今日は私も実は初めての試みなんですけど、スライドを使わずにちょっと別のやり方でやってみようかと思うんですけど、はい。今日は ABA って何っていうテーマでお話をさせていただきます。 ABA っていうのもなかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけどね、はい。今日は、ABA っていうものについてもお伝えしながら、普段私がこのきっこねでどんなことを実践しているのかっていうことについてお話をしたいと思います。普段私がこの、ABA っていうのを今からそうですね、10年ぐらい前に ABA っていうものに出会ってるんですけど、そこで出会ってからこう学び始めて、そこでこう得た視点みたいなのを使ってこう皆さんのこうお子さんたちと相対しているっていう感じなんですよね。なので、なんかその視点とかが皆さんのこう、なんでしょうね、こう、これから子供たちに接するときの、なんか選択肢の一つに、こう、引き出しとして増えたらいいかなっていうふうに思っています。はい、なんか少しでも貢献できたら嬉しいなと思うんですけど、はい。自己紹介その通りです。アイリーって言います。いつもベレー帽をかぶっています。はい。よく、なんで先生はベレー帽をかぶってるんですかっていうふうに聞かれるんですけど、ふと振り返ってみると、私、実は岩手県出身なんですけど、小学生ぐらいの時に母がすごい編み物が得意で、いつもかぎ針やら、棒針やらで、もう編みまくってたんですよ。それで、なんか小学生、雪国なので、寒いので、いつも帽子、冬はやっぱり被ってて、いろんな形のなんかこう四角い帽子やら、丸い帽子やらを被ってた記憶がありまして、私ちっちゃい時から多分帽子好きだったんだな、みたいなのを、ふと思い出しまして。で、もうきっこねで働き始めて4、5年ぐらいになるんですけど、もう働き始めるにあたって、私、こう、背が小さいので、みんなに、初めての先生だし、背小さいから目立たないし、なんか覚えてもらいたいなと思ったんですよ。それで、なんかトレードマーク作ればいいんだと思って、そのトレードマークを考えたときに、私帽子好きだから、いつでも帽子かぶればいいのかな、みたいな。で、その帽子の中でも、なんかベレー帽ぐらいだったら許されるかなみたいなところでベレー帽から始まったんですね。なので大抵いつも帽子をかぶってまして、たまーにごく稀に帽子がないと、先生なんで帽子ないのって逆に子供に怒られるみたいなぐらいの最近はそんな雰囲気になってます。はい、今日はね、うさぎさんがついている、はい、今年うさぎ年ですし、そんな私でございます。これアバ坊やっていうんですけど、私のマイキャラクターです。はい。アバ坊やのアバっていうのが、実はこう ABA の、この、これから撮ってるんですよ。はい。この ABA っていうのを、なんでしょうね、こう、そんなに普及しまくりたいわけじゃないんだけど、名前が硬いので、柔らかさ欲しいなとか思って、なんか柔らかいキャラクター、ゆるキャラ作ればいいんだと思って、ちょっとゆるキャラを作ったんですね。はい。もう多分かれこれ、4、5年ぐらい経ったと思うんですよね。で、私がどんな世代かというと、ドラゴンボール Z とセーラームーンの世代です。もうアニメもめちゃくちゃ大好きなので、ちっちゃい頃からめっちゃたくさん見てました。あと漫画も少年誌を中心にすっごい見てまして、未だに名探偵コナンとか、最近だったスパイファミリーとか、結構漫画は通じております。はい。で、今日の ABA のテーマですね。これについてお話をしていきたいんですが、まずは、私と ABA の出会いのお話からしていきたいと思っております。と言いつつ、これ話し始めると多分私、ザラにもう1時間と喋っちゃうので、さすがに今日ちょっと割愛しまして、はい、今日はちょっと割愛しますね。申し訳ない。はい。私が ABA で得たこととか、嬉しかったこと、実際ここで実践してみて得たことになるんですけど、そういう話からしていきたいと思います。私が ABA を学び、それをこう実践した結果、この、主に3つぐらいがすごい実感としてあるんですけど、1つ目が、冷静に落ち着いて子供を見守れるようになったなって思いました。本当、最初の頃は、どうしていいかわからないし、なんなら昔は子供嫌いだったので、わけわからんみたいなのが苦手だって思ってたんですけど、今は、すごくもう楽しくてしょうがないですね。もう日々どんなことするかわからないところがすごく面白くて、それはなんかどっちかっていうとこう観察に近いんですけど、言い方がね、こういいのか悪いのかわかんないですけど、私はすごく観察をしていますね。で、その観察しようと思ったらやっぱり冷静にこっちが落ち着かないと観察ってできないので、
まあ、それをこう ABA の視点っていうところから見て、あ、なるほど、こうなのかなっていうふうにこう考えたりとかするようになりました。で、これ全部こう続きものなんですけど、冷静にこう落ち着いて子供を見守れるようになったので、感情にすごい流されづらくなったんですよ。もちろん感情は湧くんですよ。待ってくれみたいな。それ待ってくれみたいなとか、やめてくれとか、いろいろ感情はもちろん湧くんですけど、こう、一周それをこう置いておいて、あ、でも、まずこう観察をして、あ、こういうことなのかなって考えて、あ、だったら言った方がいいかなと思ったら言うとか、まあ、今ちょっと置いといた方がいいかなと思ったら、ちょっとそのまま脇に置いておいて、できたら例えばメモしておくとか、なんか、あ、これは後で親御さんに伝えた方がいいかなと思ったら伝えておくとか、なんか指導員同士でこう共有した方がいいかなと思ったら共有するとか、なんかそんな風に実践をするようになったんですね。はい。で、最後、子供の行動の理由を見つけやすくなりました。これがすごくやっぱ大きくて、最近流行りのチャット GPT とかご存知ですか？初めて聞いた。初めてですか？ぜひ調べてみてください。最近 AI が流行っているとかやね、もう AI がそろそろ時代を席巻するんじゃないかって言われてますけど、その AI が質問すると答えてくれるんですね。いろんなすごい膨大な量の文章とか内容を学習した AI に質問すると答えてくれるんですけど、例えば、発達障害を中心とする障害を持った子供を育てていらっしゃるご家族は一体どんなことに困難を抱えてるんですかって質問をしてみたんですよ。そしたら、簡単に言ったら障害児を育てていらっしゃるご家族の方ですね。はい。について聞いたら、10個ぐらい教えてくれたんですけど、その第1番目に来たのが子供の理解が困難であること。と、子供とのコミュニケーションに困難さを感じるって出ていて、やっぱりそうだよなって思ったんですよ。やっぱ人間なので、なんかこう感情のやり取りっていうか、その理解っていうのが、理解とか納得っていうのがものすごい重要だと私は思っていて、その理解できないことにめちゃくちゃ困難さとか、こうすれ違いを感じると思うんですよ。だから私はなんかその、なるべく子供のその行動を理解してあげたいなって、まあ、あげたいっていう言い方もね、本当は好きじゃないんですけど、理解したいなって思うし、なんか理解がもし自分ができないんだとしたら、なんか、寄るっていうか、どうしたら自分がもっと寄れるかなっていう選択肢を自分でこう見つけるっていうことをしているんですね。で、もちろんやっぱり正解ってないじゃないですか。正解がないので、わからないんですけど、わからないけど、でも、選択肢が持てるだけでも、すごい心楽になるなって思ったんですよ。本当に全く手探りで、全然わからない状態が一番めちゃくちゃ不安だと思うんですけど、選択肢が持てるだけでもこうかなって仮説を持った状態で、また接してみて、違ったかみたいな。違ったら違ったでもいいじゃないですか。じゃあもう一個の球を出してみようかなとか、こっちなのかなとか、またこう検証ができて、そこがまた、見えない心のやりとりを勝手にやってるみたいな感じで、ちょっと楽しめるので、そこで、なんでしょうね、こう、ちょっと前よりもかなりこう落ち着いて見られるようにもなったし、みたいな感じなんですね。なので、今日のお話は、ここに続く、ここに続くようなお話だと思って聞いていただけたらと思います。はい。で、今日の内容は、だいたい、もう私10分ぐらい喋ってますけど、1時間ちょっとで予定しているので、まあ、あと45分か50分か、私がノリノリになってたらもうちょっと、出るかもしれません。はい。で、途中ワークを用意しているので、そのワークも、ぜひ自由にお考えいただけたらと思います。本当、あれなんですよ。ABA っていうのが、こういう本とか、まあ、いろいろ本って、割と最近は増えてきてるので、いろんな本があるんですけど、どの本を読んでも、ちょっと最初はとっつきづらかったりもするんですね。はい。すごい学問チックなので、ちょっととっつきづらかったりもするんですよ。なので、今日はなるべく、こう、なんか染み入りやすいように、ワークを一緒に取り組んでいけたらなって思っています。はい。というわけで、今日はそのエッセンスをお届けしたいと思います。はい、今日の目的は、ちょっと下で見づらいんですけど、はい。親も子もお互い理解し合って、さらに楽に楽しく生きられる選択肢を増やすというのが今回のテーマです。はい。では、
こんな感じで今日の内容に入っていきます。はい。今日これ使ってるのはお絵かきソフトなんですね。お絵かきアプリを使っています。はい。で、まずは、まず ABA って何でしょうってとこですね。本当聞かないと思うので。はい。ABA は、頭文字です。はい、英語の、略なんですね。略文字なんですね。A から順にいきたいと思います。A がですね、これですね。あ、そっか。A はアプライドっていう言葉がありまして、まあ、英語だと応用っていう意味ですね。で、B はビヘイビア、行動。で、最後の A が、これは多分聞き慣れてると思います。アナリシスっていう分析ですね。まあ、分析、学って今回つけてるんですけど、実際は分析です。なので、正確に言えば、応用行動分析学というのが、この学問の名前なんですね。応用行動分析学は、もう少し話せば、スキナーっていう人が一応創始者って言われていて、アメリカだと結構有名だったりするんですよ。日本人は、ありがとう。日本人は、ほぼほぼ知らないと思うんですね。日本で有名なし、ABA って実は心理学の一分野なんですよ。はい、もし学校で習うとしたら、心理学に、分野別にはね、分けられるんですけど、日本で心理といったら、まあ、ユングとか、最近だとアドラー、ね、フロイトとかだと思うんですよ。なんですけど、アメリカだと実はこのスキナーさんっていう人が結構有名なんですね。はい。で、日本ではこの応用行動分析学がどういう範囲で使われているかというと、最も有名なのは自閉症児へのケアですね、療育の方法として用いられています。はい。で、まあ、ただ、最も使われているのは自閉症児に対してなんですけど、でも名前の通りこれ行動を分析するので、行動ってもう誰しも やることじゃないですか。はい。なので、全員に当てはまります。で、なんなら人間だけじゃないです。動物も全部当てはまる理論になります。はい。で、じゃあこの、応用行動分析学が一体どういうものかというと、はい、人がですね、行動する仕組みを教えてくれるものになります。まあ、さっき言った通り、こう、主語は人じゃなくても大丈夫です。鳥でも犬でも何でも大丈夫なんですけどね。はい。この行動の仕組みを教えてくれる学問です。で、じゃあ、その仕組みを、この ABA の視点からですね、ABA の視点からだとどう捉えるのかっていうのをお伝えしたいと思います。はい。世の中にもいろんな理論がありますので、ABA は一つの選択肢だっていうふうに受け取っていただければいいんですけど。例えば、私たちはなぜスマホを使い続けるのでしょうか。なぜ私はスマホを使うんでしょう。このスマホですね。なぜ使うんだろう。別にこれ、例えばですよ。例えば、えいやーって投げ捨ててもいいし、もう使えないなと思って、もう使うのをやめてもいいわけですよ。だけど、基本的に私たちって毎日使うじゃないですか。なんで使うんだろうっていう、その一つの答えですね。ABA の視点での答え。なんとなく、なんか答えあります？ABA の視点だとこんな感じになります。じゃ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 ん。マジ？みたいな。そうなんですよ。はい。ABA の視点ってこういう面白い視点なんですね。タップするとすぐに反応してくれるからです。はい、私たちが人間もね、ツンデレなのでこうスマホを使う時もあれば使わない時もありますけど、でもスマホを使おうと思った時、使い始めたらすぐに反応してくれますよね。はい。実は私たちの行動っていうのは、行動の直後に起きた出来事の影響を強く受けるよねと捉えるのが ABA の視点なんですよ。なんかこれちょっと、みたいな。あんまり慣れない感覚じゃないかと思うんですよ。多分普段は何かあった時ってその前を見ると思うんですね。基本的にはその前を見ると思います。この何かの行動とか出来事の前に着目するっていうのは医療モデルと言われていて、例えば病気はそうですよね。何かがあったから病気になっているので、
何かそう症状があるってことは、その症状の前にあった出来事とかを見ると思います。もう転んだのか、なんか寒い中ずっと外にいたのかみたいな感じで、こう行動の、あ、その病気の前にあった出来事を着目すると思うんですけど、 ABA では前にも着目はするんですけど、直後に起きた出来事にも着目をするっていうのが、なかなか他の学問にないものなんですね。で、じゃあこれはどんなことからわかるかというと、例えばですねスマホをタップします。はい、タップした後に何も変化がなかったら多分スマホ使わなくなると思うんですよ。こぼれてるかなとか、まあ、一瞬最初はこういろいろいじると思うんですね。こう電源つけ直してみたりとかいろいろやると思うんですけど、まあ、そのうちこのスマホ使わなくなると思うんですね。はい。で、こうなぜか5分後ぐらいにいきなりピーとかついて、うん、みたいな触ってもいないのになんか反応してるみたいな。これはあまりにも恐ろしいですし、まあ、5分後に動くと言われてもいやいや、そりゃ使えないですよねみたいなことになるので、私たちはスマホは使わなくなると思うんですね。はい。なので ABA の視点っていうのはこんな風に、行動の直後の、もう少し言うと変化を捉えるんですね。行動の直後の変化を捉えます。で、これをもう少し分かりやすい事例というかワークでやってみたいと思います。行動の直後に起きている変化を捉えてみましょう。はい、これ実際に考えてみてほしいんですけど、まず一つ目はこれですね。じゃじゃじゃん。水を飲む。私たち水飲みますね。水を飲みます。なぜ水を飲むのかと聞かれたとき、 ABA だとどう答えるか。水を飲んだ後の変化ってどんな変化が起きているかをちょっと考えてみてほしいんですね。で、ここでは答えのようにはなってしまうんですけど、水を飲むっていうのは、例えばこんな感じですね。口の中が濡れるとか、冷たいって感じるとか、あとはゴクっていう時の喉の感触、この辺が水を飲むという行動をさらに促しているとも考えるんですね。本当、喉が潤ったとか、渇きが満たされた、これも十分です。これも十分なんですよ。だって飲んで渇きが潤わなかったら飲まないじゃないですか。なんか砂を飲むとかじゃないけど、飲んで渇きがさらに促進されたら飲まないと思うので。はい。なので、今回は水を飲むで言えば、一つには、渇きが潤うとか、さっき言ったようにこうなんか安心するとか、何かこう満たされていなかったものが満たされる、はい、でその他に五感覚を使って表現するとこんな感じですね、はい、私たちの行動っていろんなものに影響を受けているんですけど、究極超元をたどれば五感にたどり着くんですよ全部五感です。どんな大きな目的とかがあったとしても、最終的には全部五感なんですね。五感っていうのは視覚刺激、聴覚刺激、あとは嗅覚と味覚、ね、あと肌感覚ですね。これはなんか接触も、あと温度も、はい。こんな変化があるから、まあ、何か行動を続けたりします。はい、じゃあこの感じで次。ポテチを食べる。ポテチを食べる。これは行動の直後にどんな変化があるでしょうか。ポテチを食べる。いかがですか？ポテチを食べる。はい。これ私が用意した選択肢の一つですけど、はい。こんな感じですね。はい。ポテチ食べると、中からも、こうなんか頭蓋を通って聞こえる音もあるし、外を通って聞こえる音もありますよね。あのパリパリ音、なんとも言えないですね。はい。で、あとは本当、噛んでる時の歯応えですよね。噛んでる時のあの感触。もう独特ですね。で、さらにそこに、今ここではしょっぱい味しか書いてないんですけど、ポテトチップスって本当油が甘いんですよね。油が甘いんですよ。ジュワーって口に入った時、噛んでいけばいくほど、中から油がこう、ジュワーって出てくるので、あの甘さが、なんとも言えなくこう、ここ、下に広がって、もうすごい癖になりますよね。はい。というわけで、まあ、その油とかこの感触、パリパリ音が嫌いじゃなければ、まあ、このポテチを食べるっていうのはどんどん続いていくわけですよね。はい。
で、その音を聞いたり、匂いを嗅いだりすると、あ、食べたいみたいな、引っ張られますよね。はい。はい、では、三つ目ですね。あ、みそ。はい。クレヨンで画用紙に、まあ、絵を描くとか、なんか描いたりする。これは、一体、直後にはどんな変化が起こるでしょう。そうなんですよ。本当おっしゃるようにですね。こんな感じですね。はい。まあ、まず、色がつくっていう視覚刺激的な変化ですね。はい。視覚刺激的に色がついたなっていう変化が見えるので、そのクレヨンを使いますし、まあ、あとは、多分クレヨンの、これ多分赤だろうなと思って手に持って描いた時に本当にそのまま赤が出ればそのまま使って、もしですよ、超トリックとかで、なんか中の芯だけ色違ってたりして、赤を持ったのに青とか出たら、えってなって多分描くの一旦やめると思うんですよね。はい。なので、思った色が出るとか。で、あとは、思ったような形に描けるとか。この辺の感覚、こういった変化というのが、またクレヨンで画用紙に絵を描くとか。まあ、なんか線を引いてみる。こういう行動を促すし、まあ、その場でもこうしばらくは続けるわけですよね。はい。というわけで、ABA 的にはですね、このように行動の直後に起こる変化によって行動が影響を受けているんだよという捉え方もするんですね。はい。なので、後ろに注目をするんですけど、まあ、その一つの選択肢、ヒントはこの五感の刺激なんですね。いつでもこの五感の刺激にたどり着くというわけではないんですけどね。さっき言ったように楽しいからとか、こう欲求が満たされるからっていうところももちろんそうなんです。で、じゃあ欲求が満たされるって言った時に、どんな欲求が満たされるんだろうっていうふうに考えることもできるんですね。その欲求が、例えば五感の刺激で言ったら、音の刺激がもっと欲しいのかなとか、手のこの強い感触がもっと欲しいのかなとか、肌感覚もっと叩かれるじゃないけど、こういう強い刺激が欲しいのかなとか、味がもっと強い味、濃い味が欲しいのかなとか、甘い味がもっともっと欲しいのかなとか、っていうふうに、どの欲求が今満たされてないんだろうっていうふうに考えることもできるんですね。はい。どうですか？結構面白くないですか？なかなかね、普段、こう、触れるような場所にこの ABA って落ちてないので、なかなかどこにも落ちてないので、ちょっと面白いんじゃないかなと思います。はい。さて、ここではですね、まあ、行動が続く理由についてお伝えをしようと思うんですけど、普段私たちがする行動っていうのは、基本的には続けているからまたやってるんですね。いくつかは、まあ、今までやったことのない新しい行動っていうのもあると思うんですけど、でも基本的には、まあ、毎朝起きてるし、歯磨いてるし、ご飯食べてるし、着替えてるし、メガネかけてるし、で、通勤してるし、仕事してるしとか、子育てしてるし、みたいな感じで、だいたい毎日やってる行動って、ほぼほぼこう継続的な行動だと思うんですよ。で、子供たちにとってもそうで、子供たちはまだまだ成長過程なので、新しい行動はいっぱいあるんですけど、でも、その行動がまたやっている、続いている、という場合ですね。それが、いい行動にしろ、社会的にとか、マナー、ルール的に悪い行動にしろ、続く理由があるんですね。どの行動でも続く理由は、ほぼすべてこの4つに対別できるとされています。上から順に見てみましょう。まず一つ目は、注目してもらえるからです。これは結構問題行動に起きやすいですかね。はい。例えば、ねえねえっていうのは、これ全部注目行動なんですね。はい。行動っていうのはいろんなものがありますけど、ねえねえと発言するのも一つの行動なんですね。で、ねえねえって言われた時に、はいはいっていうふうにこっちがこう応対をすると、ねえねえって行動したら、周りの人からはいはいという聴覚刺激が入りますね。これが直後の変化なんですね。ねえねえって行動したらはいはいという返事が聞こえた。まあ、返事が聞こえるっていう変化もあるし、あるいははいはいと言いながら近づいてきてくれる。これは視覚刺激ですね。視覚刺激として距離が近づいているのが目に見える。のでこういう変化を見取って、あ、来てくれた、よしよし、みたいな感じになるんですね。はい、まあ、もし仮にですね、これで、ねえねえって言って来てくれなかったら、
ねえねえ悪化するっていう悪化していきますね。最後には叩くだの物を投げるだのとちょっとねこう悪化していくこともあるとは思うんですけど、はい、まあ、よくあるあの子供に本当に特によくあるのがこの注目してもらえですね、はい、まあ、よくあるのは他にはこう服引っ張るとかあのこうわーって抱きついてくるとかトントンってやってみたりとか、その他は例えば集団でいるときとか、まあ、特に親があの他の人たちに構っているときとかはよくありますよね。そのときにこう目の前にまで行ってみたりとか、うわーって言って邪魔してみたりとかあると思うんですけど、あの辺はこの注目行動が多いんじゃないかと思うんですよね。はい、で、2つ目いってみましょう。はい、2つ目は物や活動の機会を得られるという目的っていうか、まあ、理由ですね。はい、物や活動の機会っていうのは、まあ、本当物はそのものですね。例えば、値だったらゲームが買ってもらえたとかは、あ、ゲーム買ってもらえるんだ、じゃあもう一回値だろうとか、っていうことをしてみたりとか、まあ、買ってっていうふうに発言をすると買ってもらえた。あ、じゃあこれ買ってと言えばいいとか。あるいは、ドスドスとやったら仕方ないな、買ってやるよってなったら、またドスドスって言うわけですね。はい、このように何か行動した結果物がもらえるとか、あるいは、この機会っていう方がいろんなチャンスと捉えてもらっていいんですけど、例えばお母さんと一緒に出かけられるよとか、まあ、どこどこに行けるとかもそうですね。ディズニーランド行けるよとか、一緒に公園行けるよとかもそうですし、この何か行動したことによって、じゃあ公園行こうかっていうふうに言われたら、よしよし、またこの行動しようみたいなことになるわけですね。それがいい行動にしろ、ちょっと微妙な行動にしろです。はい、で、3番。これも結構多いんですけど、逃避回避ですね。逃避回避できる。例えば、ずっとやだ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 ってずっと5分間言い続けていると、5分間宿題をやらずに済むとか。例えば玄関でずっとやだ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 って言い続けていれば、5分間やだって言ってる間は帰らずに済むんですね。もうというふうに、帰らなければいけないというその場面から逃避したりとか、あるいはお腹痛いって言っていたら、じゃあ今日は学校休もうかというふうに言ってもらえたら、学校を逃避回避できるわけですね。まあ、学校に入ってよくあるのは、授業中に立ち歩いてしまったりっていうことがあったりするんですけど、授業中に立ち歩くというのは注目してもらえるっていう場合もありますし、立ち歩いていれば授業を受けなくていいので、授業を逃避回避できるという受け取り方もできます。まずはですね、なんだろう、お風呂入りなさいとか、お風呂入りなさいって言われたときに、はーいって言いながらこうゲームをする。ゲームをしてるんだけど、はーいってずっと、はいはい、今行くよーって言ってる間は、お風呂に入らなくていいっていう。なので、お風呂に入らなくていいってい う、 こう逃避回避の理由のために、はーい、今行きますという、こう、言葉をずっと言い続けるみたいな。みたいなこともありますね。はい、で、最後の4つ目。はい、4つ目は、感覚刺激が得られますね。これはなかなか本当いろんなところにありますね。いろんなところにあって、1番から3番は他者が介入することが多いんですけど、4番だけはほぼほぼ自分で完結するんですね。はい、1から3は他者が介入することが多いんですけど、4番は自分自身で完結していることが多くて、例えば貧乏ゆすりとかですね、大人だと貧乏ゆすりはずっとこう感覚刺激が入力されっぱなしですよね。まあ、多分こう何かしらのこう脳の回路的にイライラストレスのホルモンが出ていて、そのホルモンをいなすためにこうずっと貧乏ゆすりの感覚刺激で刺激をずっと入力し続けてるんだと思うんですけど、はい、みたいな感じでいろんな感覚刺激を入力することがあります。例えば他にはお子さんの中でね、こういう子もいらっしゃいますけど、自分でこう頭をずっと叩き続けてる、こうやって刺激を入力しているっていう子もいますし、あとはちょっとひどくなるとこう抜毛って言って痛い感覚を得るためにこう髪の毛を抜くとか、どっかしらの毛を抜くとか、あるいはこう、まあ、自傷に近いかもしれないけど、こうどっかしら自分でこう傷をつけまくってるとかいうのもあったりしますね。はい、
この感覚刺激は本当に自分で自分自身に簡単にいつでもできるのでかなり手軽ですね。はい、でストレスが高まった時にはこれのちょっと何でしょうね、こう社会的にはどうかなって言われるような行動でも出ることがあります。例えば叫ぶっていうのもそうですね。叫ぶと喉の感覚、ここの、声帯の震えっていう刺激が入力されるので、それでこうわーって叫んだり、よくわからない規制を上げたりっていうこともあったりします。はい、なので、いい行動にしろ、あまり社会的には認められづらい行動にしろ、なんか行動が続いているとしたら、この4つのパターンのどれかに当てはまるということを念頭に置いておくと、なんか問題があったときに、あ、これはどれかなっていうふうに考えることができるんですね。で、考えることができると、もし仮にこの行動に何か介入をして、ちょっと変えてあげたいなって思ったとしたら、この、ちょっと4番目はちょっとだけ難しいかもしれないんですけど、どれかな、じゃあ、逃避回避だとしたら、逃避回避できないようにしちゃおうかなとか、ちょっとこれ意地悪チックになっちゃうんですけど、逃避回避できないようにしたらどうなるかなとか、物を与えなかったらどうかな、別のものを与えたらどうだろうとか、活動の機会もこの活動の機会じゃなくてこっちだったらどうかなとか、注目も別の行動に対してもっと注目してあげて、今のこの行動に対しては注目ちょっとやめてみようかなとかっていうふうに、こういろんな選択肢を持つことができるんですね。はい、でここまでだいぶたくさんインプットされたと思うんですけど、いかがですか？どうですかね。あんまり普段こう考えないものですよね。はい、よかったらここまでですでに軽くちょっとご感想を聞いてみたいんですけど、皆さんありがとうございます。もうなんかすでにそれぞれになんかこう気づきとかがあって、私はとても嬉しいです。今日やった甲斐がありました。はい、でももう少しちょっと進んでみたいと思います。はい、例えばね、さっきもお話しした通りなんですけど、もし注目してもらえなかったらとか、物などがもらえなかったらっていうふうなことをこういうふうに考えていくっていうのがね、そもそも人は環境で行動がどんどん変わっていくよっていうことになるので、意地悪してほしいわけではないんですね。どっちかというと、今満たされてないから、こう問題行動がもし起きてればですね、満たされてないとか、何かしらの不安とか、その解消したいものがあるから出てるはずなので、なるべくそれが出る前に対処ができたら一番いいかなとは思うんですけれども、でもちょっとずつこう環境を変えていくことで、より良い方に改善していくことはできるのかなと思います。はい、この選択肢は本当もう一数打っちゃうじゃないですけど、本当いろいろ試行錯誤する必要があるかなと思います。そこを楽しめたら一番いいんですけどね。はい、で、行動に注目するとき、今まではずっと行動の後ろの方を見てきたんですね。この行動の何か行動した後、これ真ん中が人になってますけど、ここに何かこの子が行動したとしましょう。行動したとしたら、その後ろの環境を何か変化させてあげるという方法も私たちは取ることができますし、でもう一つは、冒頭のところでもお話しした医療モデルと似てるんですけど、行動の前の環境についても私たちはこう改善を図ることができるんですね。はい、今まで果たしてきた行動の後っていう五感覚のところとか、これは全部行動の後の変化に関わる環境なんですけど、行動の前の変化、前の変化というか前の環境ですね、はい、行動の前の環境にもアプローチすることができます。で、じゃあ、行動の前の環境ってどういうものがあるかというと、英語で言うなら 5W1H にすごく近いと思うんですけども、何か私たちが行動するときって、場所とか時間とかタイミング、これは時刻っていう意味でもいいし、タイミングっていう意味でも大丈夫です。時間帯とか、そういう時に関わるものだったり、あとはその周りにある物体、物質、ものですね。で、その時に一緒にいる人、周りに一緒にいるとか、逆に今一緒にいない人とかっていう人物に関わる環境だったり、最後は五感に関わる環境ですね。その時そこで聞こえている音、あるいは聞こえていない音とか、暖かさとか部屋の寒さとか、あとは匂いとかもそうですね。そういった五感に関わる環境、こ
ここに何か変化を加えることによって今起きている行動を少し変化させることができるかもしれないですね。はい。よいしょ。というわけで、行動をね、さらに理解したいときですね。今この5つ、場所とか人とか、まあ、物とか時間帯、タイミングとか、あと五感覚に、関わるお話をしたんですけど、これがまあどういうことかっていうことですね。もし何か変化を加えたいなと思ったとき、まあ、手がかりとしては、例えば、何かその行動をやっている、この行動をちょっと変えたいなと思ったとき、どう変えようか。という選択肢の一つに、他の人の時はやるのかなとか、何か行動していたとしましょう。何でもいいです。例えば、やだやだでもいいし、買って買ってでもいいんですけど、それを、ちょっとこれ何とかしたいな、あれ、そういえば私の時はやってるけど、他の人にはやってるんだろうかって考えた時に、まあ、もし、まあ、パパだったらとか、まあ、親戚だったらどうかな、おじいちゃんおばあちゃんだったらどうかなとか、まあ、こんな感じで、他の人の時にやるんだろうかを考えてみると、他の人の時にやってないけど、私の時だけやる。としたら、私の時は他の人がやってない何かをやってるかもしれないし、他の人がやってるけど、私だけ何かやってないのかもしれない。与えてない変化があるのかもしれないですね。例えばですよ、わかりやすいのは、お母さんの時だけ、買って買ってをやるとしたら、買って買ってと言えばすぐお母さんは買ってくれる。で、他の人の場合は、例えば、買って買ってって言う前にくれるとか。例えば。お母さんだけ言わないと買ってくれないみたいな。あ、なるほど、みたいな。ちょっとこれはどうするかまた別の話ですけど、まあ、こんな風にして、なんでこの行動を私の時にしかやらないんだろうって考えることもできるし、なんでパパの時しかやらないんだろうとか、何が違うんだろうって考えることができる。まあ、そんな手がかりになるんですね。はい。あとは、他の場所だったらどうだろう。例えば、やだやだっていうのが、お家ではやるけど、外ではやらないんだろうか。お店だとやらないんだろうか。あのお店の時やったけど、このお店の時やらないなとか。まあ、やだやだだと、例えば買って買ってに近い話だったら、あ、欲しいおもちゃがない店ならやらないのか。それとも、ある程度どの店でも欲しいものはあるけど、人が多すぎてここをやりたくないとか。っていうなんか環境があるのか。みたいな感じで、他の場所だったらどうかなって比べてみると何かヒントになるかもしれないです。で、もう一つは、他の時間帯とか、他のタイミングでもいいです。時間帯っていうのは、例えば、朝とか、昼、夕方、夜とか、まあ、あとは夜中ですね。っていう、どっちかっていうと、太陽の巡りのお話ですね。太陽の巡りっていう意味の時間帯なのか、あるいは、その子の起きたタイミングとか、朝の巡りとその子が起きるタイミング、寝るタイミングがずれてることもあると思うので、起きたタイミング、食事をとる直前、食事の後、夕方、空腹時、寝る前、こう、あとはお布団に入ってからとか、どんなタイミングなんだろうな、っていうのを考えてみると何かヒントになるかもしれないですね。これも結構面白いと思いますね。もう本当この辺は私も子供たちとこう対応するときは本当にこれよくやりますね。あ、なんで今やったのかな、お腹空いてるからかなとかもそうですし、 あれかな、なんか昨日あれやったからかなっていうふうにちょっと遡ったりもしますね。よくあるのは例えば旅行に行った後疲れてるからっていう理由があったりとか、例えば、明日ちょっとこう学校のイベントがあってそわそわしてるみたいな。明日あるなみたいな。その前のタイミングだとか。みたいなこともありますし。まあ、結構この時間帯とかタイミングっていうのはこうちょっと広めに見ることもありますけど。まあ、そんな感じで、ちょっと広めに枠を取りながら、何が影響してるのかなって考えますね。はい。で、この辺の情報がだんだんとこう揃ってくると、あ、この環境だったらできるんだなっていうものを見つけることができるようになってきて、とにかくこう問題行動とか課題が目立ちやすいじゃないですか。
なんでこんなことしちゃうんだろうとか、なんでこうしてくれないんだろうっていう方に目が行きがちだと思うんですけど、できればそこにも目を向けつつ、成長は必要なのでそこにも目を向けつつ、私はできる方にかなり焦点を当ててほしいなと思っていて、できるってすごいことなんで、めちゃくちゃすごいですよねできるって本当すごいなと思うんですけど、でそのできるって環境がある程度整わないとできないこともあるし、ある程度整ってなくてもできちゃうこともあるので、そのできるっていう方を見つけてほしいんですよね。他の時間帯ではやるよ、あ、これできてるんだなみたいな、ここだったらできるんだな、じゃあこっちはできないのか、じゃあここはどうしたらできるになるかなみたいな感じで、できる方の行動にも着目をしてほしいなって思います。はい、では例えばですね、お片付けを例に考えてみたいと思います。まあ、今私はこの他の時間帯だったらとか、他の場所でだったら、他の人の時はやるのかなみたいなことを考えたんですけど、お片付けをテーマに、もしお片付けがなかなかできないんですっていうこの問いかけに答えようと思った時、じゃあ次お片付けもっとできるようにするためにはどうしたらいいかなっていう問いかけを自分にしてみたいと思います。さ、お片付けがなかなかできないんですって言った時、じゃあまず何からできるようにしていこうかみたいなところになりますかね。どんな問いかけをしていくと、ちょっとずつでもこのお片付けができるようになるんでしょうかという問いかけを考えてほしいと思います。ちなみにここにあるのは、この絵の下に私の答えがあるんですけど、これ私の答えですね。私が普段考えていることがこの辺にあるんですけど、皆さんだったらどんなことを考えますかね。お片付けがなかなかできない、どうしたらできるようになるかなって言った時の、まあ、問いかけというか工夫ですよね。こここうしたらどうかな、これだったらどうかなっていうふうに、今この話の流れでいけばこれに近いんですけどね。他の人の時だったらどうかなとかね、この辺他の時間帯だったらどうかなみたいなことも考えながら、例えばどんな問いかけが浮かびますか、もしくはどんな工夫が思い浮かびますか。お片付けって言ってもいろんなおもちゃがあるんでね、勝手にもう好きに妄想してもらって大丈夫です。うちの子だったらみたいな感じで妄想してもらっていいんですけど、ここではちょっと私の問いかけの例になっちゃうんですけど、問いかけの例は例えばこれヒントの一つですね。例えばまあお家だったらどうかな、親戚の家に行った時に、例えばまあお片付けって言った時にできるかなとか、まあ、そもそもお片付けっていうワード自体がどうなんだって話ももちろんありますよね。とか、お母さんが声かけてもできないけど、パパならできるのかとか、逆ならできるのかとか、誰でもダメな、結局ダメかとか、いうのもありますし、どのおもちゃも片付けられないのか、まあ今言ったみたいに、これはできるけど、これはできないとか、もしあれば、でかいものは分かりやすいからできるとか、仕分けができないからできないとか、もちろんありますよね。とか、まあそのお片付けも、長い時間遊んだ後はもう疲れてたりできないとか、逆に短い時間しか遊んでないとちょっと満足度が低くて片付けられないとかいうのもあるかなと思いますし、はい、あとはご飯のあと眠いとかねいうのもあるかもしれないですし、まあスモールステップ的な取り方をすれば一個も全くしまわないのか、本当に触りもしないのか、いやちょっとこう素振りを見せるみたいな素振りを見せて、あ、どっかで止まってるなみたいな感じになるのかみたいな感じですね。ごめんなさい。はい。で、例えば、もし、今回お片付けっていうのをテーマにしてますけど、お片付け以外の時でも、何かこう課題があるとしますよね。これやってほしいな、でもやれないとか、あるいは、やってほしくないのにやってしまうとか、どんな行動でもいいんですけど、もし一回でもできたっていうことがあるんだったら、その時の何ができたのか、なんでできたのか、ちっちゃいおもちゃだからできたのか、お気に入りのおもちゃだから片付けられたのか、なんか近くにあったからとかしまう場所がこれだけは確実に分かるとか、何かしらの要素があるんじゃないかなと思うので、まあ、それをさっき言ったように選択肢にして、あ、だったらこれを取っかかりにして、まあ、2個ができないんだったらじゃあ次は2個できるようにしようとか別に全部できるようになる必要はないかなと思うので、まあ、まずはちょっとずつでもできるようになるそのステップを作っていくといいのかなと思います。で、特に
子供たちって、指摘されることが多くて、例えば、何でしょうね、本当、片付けしなさいみたいな感じで、何々しなさいとか、やっちゃダメだよとか、その指示か指摘がすごく多くなりがちなんじゃないかと思うんですよね。そうするとできたねっていう機会が全体に比するとちょっと少なくなってしまうのかなと思うんですね。それはちょっともったいないかなと思うので、できればそもそもこっちができたねって言える機会も増やしたいし、本人自身があできたって思えるような場面も増やしてあげたいなと思うんですね。じゃあそのできたを増やすためにどうしたらいいかっていうと、まあ、手っ取り早いのがここの動かない、はい、スモールステップですね。スモールステップ、これはABA でもすごい大事にしてる一つなんですけど、まあ、もちろんこのゴールまでのこの段がすごいでかいと、そもそも成功体験に至るまでがでかすぎて成功体験を積むことができない。でここの段数があまりにもこう大きくて遠いと、まあ、子供ももう無理だよみたいなで諦めちゃったりとか僕にはできないってこうたまに言われて、あ、そっかってそんなこと思ってたんだみたいなこっちがそうなんですよそんなこと思ってたんだみたいなことをこっちが感じたりもして、あ、もっとちっちゃくスモールステップにしてあげなきゃってその時私はすごく感じるんですけど、で逆にこれがめっちゃスモールステップになってたとしたら、こう同じ高さ登りきるまでの間にこうできたがめちゃめちゃ多い、すごい回数稼げるんですよ。この稼ぎ方なんかマリオカート以上ですよね。ものすごい勢いで成功を取れるっていう、はい、なので、まあ、本当できないがあったとしたら、あ、これじゃできないんだ、このレベルは難しいんだなって受け取ってもらって、なるべく 100% 成功させてあげられるようにこっちが準備をしてあげたいなと思うんですね。それが大人側の仕事かなと思います。でこのスモールステップの、まあ、刻み方っていうのもありますので少しお話しできればと思うんですけど、まあ、一応ですね、子どもさんとかあるいは同じ子どもさんでも年齢によってはこのスモールステップを逆に嫌がる時期っていうのもあったりするので、それはちょっと注意してほしいなと思っていて、学年が上がった時ですね、小学校の中学年ぐらいになってくると、本当お子さんによるので一概には言えないんですけど、だんだんとこう、自分の意識とか自信みたいなものが感じられてくると、そんな簡単なのできないよみたいなバカにするんじゃないよみたいな感じでそんなのやらないみたいなことを言ってくれる時があるので、その時はもう本当に本人がいや、こう明らかに多分できないけどねって思った時でもやらせてあげてほしいですね。それは本人が決めて取り組んでることで、本人が多分もしできなかったとしても自分でちゃんと引き受けるっていう覚悟ができてるタイミングだと思うので、もし本人が嫌だっていうふうに言った時にはその通りにしてあげるのがいいと思います。それ以外の時とかそれまではなるべくスモールステップに割ってあげるといいと思うんですね。はい、ではここでワークタイムです、はい、スモールステップに分解してみてほしいと思います。まあ、今言ったお片付けもしくはプリント課題、漢字のプリント課題をやってみようとした時にどんなステップに割れるかなるべく刻んでください。少なくとも、まあまず3つ以上、できれば5つ以上、はい、お片付け完了までを何からスタートして何をゴールとするかっていうところまで、なんならお片付けであればおもちゃはどのおもちゃかっていうのも決めてもらって結構です。このおもちゃを片付けたって言えるところまでのステップってどんなステップがあるかな、これ行動として書き出してみてほしいんですけど、お片付け完了までのステップをまずこれをする、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 これをスモールステップで割ってみてください。これ意外とねやったことがないと難しかったりしますね。何でしょう、はい、お片付けの方でもいいですしプリント課題の方でも結構です。
はい。まあ、例えばですね、例えばここでの例でちょっと書いてみたいと思うんですけど、まあ、せっかく今日 ABA なので、めちゃくちゃちょっと細かめに書いてみたいと思います。もうステップはね、いくらいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと細かめに書いてみますね。まあ、せっかくなので、向こうの部屋で今使ってるプラレールでいきましょうか。プラレール。まずプラレールは、青い部品、青いレールがありますね。はい、青いレールと、黄色い台と、あと、赤い、なんかこう、名前がわからない。赤い橋みたいなやつと、あと電車がありますね。で、うちの施設だと、電車で1箱、青いレールで1箱、で、黄色と赤で1箱っていう3つに分けています。ちょうどそこの抜けてる3段がプラレールです。はい、そうです。じゃあ子供たちが、お片付けしねって言った時、まず何から始めるかというと、片付けるものの全体像をまず見ますね。多分ここ書ききれなくなるんですけど。もう言葉で言っていいですか？ そう、書ききれないなと今思って。 まず全体を見ますね。自分が片付けるおもちゃはどこからどこまでなんだろう。人によって順番は違うと思うんですけど、どこまでかなっていうのを見て、どれをどこにしまわなきゃいけないんだろう。箱はどこだろうと探します。で、これを入れよう。どの箱かな。青い、これか。っていうのを、まあ、人によってはこう一個一個やりますね。一個一個こうやるんです。これはどこだろう。もしくは人によっては、青でまず避ける。で、黄色と赤で避ける。っていうふうにやって、あと電車で避ける。で、最後に入れる。ってことをやるかもしれません。ただ、これやる子は少ないですね。ほとんどの子は一個一個やります。なので、プラレール膨大な数出るので、これ全部かみたいな。大人でもちょっとこれはげっそりだぞみたいな。両方片付けなければいけない。で、一個一個をこう入れます。で、入れ終わった後に、じゃあこれを、例えば持っていけなさそうなものであれば、まあ、基本的には重たいので、ちょっと指導員が持ってきますけど、これを持ってってくださいというのか、これでおしまいとするのか、とかね、のを、指導員とこう約束したりとかもしますよね。なんでこう、視線を配ったりとか、一個一個を見たりとか、どこにしまうのかなっていうのを見たりとか、人によって本当に細かく考える子だったら、この箱どこにしまうのみたいな ところまで考えてくれたりとか、結構いろんなことを頭よぎるわけですよね。というわけで、私たち大人は簡単に片付けしてねと言うのですが、片付けは意外と難しい。もうこの、何を片付けるのって、こう、プラレールだけだったらいいんですけど 混ぜて遊ぶじゃないですか。混ぜて遊ぶともう大変ですよね。プラレールはこっちで、リカちゃんはどこかなみたいな。もうこの仕分けがね、すごい大変になっちゃうので。なんで、実は子供たちにとって、片付けてねは結構地獄な言葉なんですよね。なんですよ。そうなんです。大人はね、結構割と大雑把な言葉として、大雑把な言葉だけれども簡単に使ってしまうんですけど、子供にとってその言葉は、下手をすると意味がわからないことがあるんですね。何言ってんだろうみたいな。マジでそうなんですよ。この間、とある男の子に、じゃあ、きれいにしよっかって言ったんですよ、私が。多分普段あんま使わないんですけど、その時たまたま、床をきれいにしようかって言ったんですよ。そしたら、その子は私に何と言ったかっていうと、僕、不器用だから、きれいにできないって言ったんですよ。だから、多分その子は、その子が思ってるきれいにするは、例えば物をどかす、整理する、片付けるみたいな意味とかではなく、めっちゃこうピカピカにするみたいなイメージだったと思うんですよね。だから、私は大人として、普段いつも自分がなんとなく思ってる感じで、なんとなく言ってしまったけど、この子はそう受け取るんだと思ったら、やべ、普段使ってることは大丈夫かなみたいな。すごい衝撃を受けて、これはやばいと思ったんですよ。もっと具体的にちゃんと言わなきゃと思って、その後に言い換えたのは、じゃここに出てるこれはこっちにしまいましょう。まあ、入れましょうですね。こっちのカゴに入れて、で、この種類のこっちはこのカゴに入れようって言ったんですね。そしたら、すぐできました。指示を具体的にしたら、ちゃんとできたんですよね。だから、なるべく具体的にしてあげる必要があるっていうのと、私たちのこの、例えば片付けとか、きれいにしようねとか、何々勉強しようねとか、っていうふうな言葉を言ったとき、それを、スモールステップに私たちが割ることがもしできなかったら、それは子供もできないです。私たちが分かってないから 分かってないことをやらせようとしてるので、向こうができるわけないんですね。
はい、もしできたらそれはめちゃくちゃすごいですよ。向こうがあの予測したり仮説立てたりする力ができてるってことなので、そっかみたいなこっちのせいかみたいなところが、ね、結構あるんですね。はい、なので、本当すまこっちにとってもすごくためになります。ぜひ今日割とお片付けて初めて分解したんじゃないかなって思うんですけど、もしよかったら他のこともいろいろこう細かく分解してみてほしいんですね。はい、で、プリント課題の方もそうですし、例えばスモールステップに割るって言った時にゴールから逆にたどると分解しやすくなるっていうこともありますし、このゴールから逆にたどるっていうのが実は子どもにとっては達成感がある流れになっていて、子どもに例えばスモールステップで割ってあげた時、スモールステップのうちのせっかくスモールに割ってるので、例えば10段あったら10段全部はやらせないわけじゃないですか。まず最初は1個か2個から始めると思うんですけど、それを最初の1段目の方をやらせるのか、それとも最後の10段目の方からやらせるのかって言ったらどっちなのかなっていうのも人とか時と場合によって変えてもちろんいいんですけど、もしできたら後半から始めてあげた方が達成感が得られると思います。例えばまあ、料理とかはすごく分かりやすいじゃないですか。最後オムライスとかオムレツでいいですね。最後オムレツにケチャップかけたら完成っていう時、ケチャップかけて完成ってなったらイエーイみたいな、できたねってなるじゃないですか。最初どうします、米炊くところからやりますかもしくは卵割るからやって、卵割りましょうか、卵割れたね、あと甘くつってみたいな、もうちょっと寂しいかなと思うんですよ。なのでできれば最後の方からやらせてあげた方が、まあ、体験としてはいいかなと思いますね。はい、まあ、あとは最後からもやらせてあげて、 できたら興味あれば最初の方からもやらせてあげて、どっちもできるんだったらじゃああと真ん中一緒にやったらつながるねみたいな感じでこう段階を経て練習させてあげるのもいいかなと思います。はい、ちなみにスモールステップのメリットは、まあ、先ほども言ったのもあるんですけど、スモールステップで割ってることによって今どこでつまずいているのかっていうのが分かるんですね。例えばもう最初から手が出ないっていうふうになった場合は、全体が見れてないのか、その入れる箱の場所が分からない、入れる箱が分からない、仕分けの仕方が分からない、そもそも本当に片付けるって何みたいな状況になってるのか、何がゴールか分からないみたいなことになってるのかなとか、でちょっとヒントを出してあげたら動き出せるのであれば、あ、ここが分かんなかったのかっていうふうにこっちが気づくことができるんですよね。でしょ。で、こんな風に補助の仕方が分かるので、まあ、ぜひスモールステップ割ってほしいなと思います。で、あとはいつもできることがもしできなかったとしたら、はい、いつもならできてるけどたまたまもしできない時があるとしたら、それについては異変とか変化に気づける大ヒントになるので、学校で何かあったかなとか、今日は何かあったのかな、ちょっと体調が良くないのかなみたいな感じで気づくヒントにもなるので、ぜひスモールステップ本当使えるだけいろんなことについてスモールステップ割ってほしいと思います。よいしょ。ではちょっと時間がそろそろ時間なので、時間なのですいません、最後はこれで終わりたいかなと思います。はい、ちょっと ABA 全体像を含めた感じになりますが、できたを増やすの設備備品編、備品変更編ですね。小1の男の子がいます。いつもおもちゃ箱をとりあえずひっくりします。ひっくり返します。はい。で、こんな情報が分かっているとしましょう。家ではひっくり返します。時々。施設ではひっくり返しません。という状況があったとき、どんな仮説が立てられるでしょうか。この行動、ひっくり返すっていう行動をした直後の変化とか、まあ、前はどんな状況だったのかなっていうのを考えて、どんな仮説が立てられるんだろうかなっていうのをちょっと考えてみてほしいんですね。はい。じゃあ、あとは私が、まだ出てないもので私が可能性としてあると思ったのは、音とか、ひっくり返した時に、例えばお家のおもちゃではこう、なんかいい感じの音がバーって、こうあと床の材質とか、
で、あ、いい感じ、すごいブワー広がる、いいねこの音みたいな感じだけど、まあ、施設と音はしないみたいな音なんないなみたいなとかもあるかなと思いました。はい、まあ、でもなんか話聞いてると注目とかやっぱかなり聞きそうですよね。家だとママがすっ飛んできてくれるみたいなとかあるかなと思いました。はい、まあ、こんな感じでですね、ABA っていうのはちょっとまとめていきたいと思うんですけど、今仮説を皆さんに立ててもらったようにですね、いろんな選択肢を私は今日は持ってもらいたいなと思っていて、行動の直後の変化が行動をずっと支えていたりとか行動に影響を与えているよっていう話もありましたし、行動の前の状況ですね、さっきのこれかな、行動の前の状況、場所とか時間、タイミング、あとはその時に周りにあるものとか、五感とか誰がいたのっていうこういう状況、この辺を変えてあげることによってこの行動っていうのを変えることができる、影響を与えることができるという、まあ、こんなような図式をぜひ選択肢に持っていただければ、その日々何かこう子どもたちと相対した時に取り組める選択肢が、引き出しが増えるのかなと思います。はい、でかつ、まあ、これが私が日々子供たちと相対してる時に、まあ、実践してるものなので、まあ、あ、こんなこと考えてたんだなみたいなことを受け取ってもらえたら嬉しいかなと思います。はい、では以上で私のお話は終わりになります。はい、まあ、こんな感じでどうもご参加いただきどうもありがとうございました。